一方、去年 J2 に降格した湘南ベルマーレも平塚市内で新シーズンに向けて始動しました。今日の練習には新加入の選手も合流。ランニングやチームを分けてミニゲームを行うなど、走るサッカー、湘南スタイルを再確認していました。一戦一戦のエネルギーっていうのを今年はさらに高めてるんですね。自分たちのこう強みっていうのをさらに伸ばして、粘り強く自分たちで勝ち点を取っていくっていう風なチームにならないと、そういう難敵を崩さないと。練習後、選手全員とクラブスタッフが平塚市内の明円寺を訪れ必勝を祈願。1年での J1 復帰に向けて熱い思いを込めていました。残念ながら去年、J2 降格してしまって、本当にリベンジの年だと思ってますし、チームとしても個人としても、今年は本当に大事な1年だと思うので、本当1年で昇格目指して、チーム一丸となって頑張りたいと思ってます。